沢田博文は、日本人バリスタ。アメリカの沢田コーヒーオーナーバリスタ。大阪府出身。近畿大学小経学部を卒業後、キノク国アインターナショナルに入社。チーズのバイヤーを担当する。その間、当時世界最年少の25歳で、フランスチーズ官票騎士の称号を除任。その後、雪印入業勤務を得て、2001年に退職後。 語学を学ぶためアメリカシアトルへ留学。そこで、ラテアートに出会い、フリーポアラテアートを学ぶ。2002年に帰国後、ディーンデルーカジャパンに、社員番号1番で入社。その傍ら、ラテアートのコンテストに出場するようになる。2008年、シアトルで行われた、フリーポアラテアートワールドチャンピオンシップ2008、シアトルにて、アジア人初、かつ、 大会歴代最高得点でワールドチャンピオンとなる。優勝賞金の5000ドルは貧困のコーヒー豆生産国に全額寄付する。2010年、東京都渋谷区に自身がプロデュースするエスプレッソバーストリーマーコーヒーカンパニーをオープン。またバリスタトレーナーやカフェコンサルタントとしても活動している。2010年、雑誌ダイムの 日本を変える100人に選出される。2011年、国際的有力コーヒー専門誌、バリスタマガジンで、アジア人初の表紙を飾る。2011年7月、東京都六本家のメルセデス・ベンツコネクション、ダウンステアーズ・コーヒーをプロデュース。2012年、ニューズウィークの、世界の頂点を極めた、日本人に選出される。2013年、 カシオ、G、ショック 30th anniversary book にて、ワールドチャンピオンズに選出される。2013年4月、大阪府、グランフロント大阪のメルセデス・ベンツコネクション、ダウンステアーズコーヒー2号店をプロデュース。2015年、ハリオ株式会社と、世界で、初めて耐熱強化プラスチック製のラテアート、専用ミルクピッチャーを開発。ハリオ、 広瀬沢サワダ・フリー・ポアラテ・アート・ピッチャーは国内外で販売。2015年12月、ストリーマー・コーヒー・カンパニーを退任後、アメリカ・シカゴにサワダ・コーヒー1号店をオープン。2016年11月、日本初となるグローバル・フラッグ・シップ・ストア、ニューバランス・原宿内のカフェ、ナッシング・ベターをプロデュース。 2017年9月、マンダリンオリエンタル東京の1階、ザ・マンダリンオリエンタルグルメショップにて、グルメショップオリジナルコーヒーバイ沢田博氏の提供を開始。2018年2月、アメリカ・シカゴに抹茶とほうじ茶をメインにしたカフェ、沢田抹茶をオープン。2019年3月、アメリカ・ニューヨークに沢田コーヒー NYC をオープン。2020年7月、 ハイプビーストのコーヒーブランド、ハイプビーンズをプロデュース。著書の著者紹介より、スポーツに通じる高揚感と緊張感、フリーポアラテアートの魅力に迫る。マイナビニュース。 http://news.minavi.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルズスラッシュ2010スラッシュ10スラッシュ18スラッシュ LATTEART スラッシュ 001.html2011 年11月23日閲覧 ?ab フリーポアラテアート世界チャンピオンがカフェ渋谷で独立開業渋谷経済新聞 http コロンスラッシュスラッシュ www.shibukei.com スラッシュヘッドラインスラッシュ6843スラッシュ2011年11月23日閲覧。沢田博文さんのラテアートと北米カフェ文化、カフェ。all about 2015年4月20日閲覧。ハイプビーストの手掛けるコーヒーブランドハイプビーンズが、ローンチ。 ハイプビースト2020年7月29日閲覧。ありがとうございます。